キール、またはフィルには、インドア大陸発祥のプディングである。ベイ、ブルブル、タピオカ、ベルミチェリ、スイートコーンの中から一種類と、チ、砂糖を煮て作られる。カルダモン、レーズン、サフラン、カシューナッツ、ピスタチオ、アーモンド、その他のドライフルーツやナッツを用いて、風味付けされる。典型的には食事中あるいは、デザートとして供される。 キールほどドロリとしていない多くの種類があり、これらはミサボとパヤッサム、パヤサなどと呼ばれる。キールの作り方の絵画が載っている16世紀のインドの料理本、ニマナマアイナシルーディーンシャヒのページ。ヒンディー語とマラーティー語、キアパンジャーブ語、オリアー語、キリーシンド語、ウルデュ語、ディベヒ語、キルネパール語。パヤサムパヤッサム、パヤサパヤサ、ペヤシュペイアッシュ、フィッシュ。 ペイクス、パスチとも呼ばれる。グジャラート語では、DDPK と呼ばれることが多い。シレットの一部では、ファーニー、イランでは、ファーニーとも呼ばれる。キールは、インドのイスラム帝国シェフの厨房で生まれた。インドのムスリムにとって、特にイードの重要な、甘い料理である。ムスリム食文化は後に、他のインド人にも影響を与え、キールやその編集のような一部の料理は、 ヒンドゥー教の祭り、寺院、すべての特別な日に広く作られる。キールという用語は、サンスクリット語の単語、カシラに由来するかもしれない。このサンスクリット語の単語は、ウルドゥー語へ借用された。パヤサムやパヤシュのようなその他の用語は、サンスクリット語の単語、パヤサ、またはパヤサムに由来する。これらの単語も、父を意味する。これは父、ベイ、ギー、砂糖。 ジャグリー、コアから作られるが、元々のキールよりもドロッとしていない。味をより豊かにするために、少量のクリームを加えることもある。しばしば、アーモンド、カシューナッツ、レーズン、ピスタチオを付け合わせる。北インドのバーラーラシーでは、祭りやホーマの時に食されるチ、ベー、カルダモン、ドライフルーツ、サフランのみを使ったキールが人気がある。これは、 多くのヒンドゥー教の祝祭や祝縁において必須の料理である。この料理はほとんどの場合米を使って作られるが、ベルミチェリ、またはタピオカといった他の食材を使って作ることもできる。カシミールではフィルにはセモリナ、チチ、サフラン、砂糖、ドライフルーツなどを使って作られる。米はローマ人によって知られ、早ければ8世紀、または10世紀には、 食用作物としてヨーロッパに持ち込まれたかもしれない。そのため人気のあるイングランドのライスプディングのレシピはキールから来ていると考える人もいる。類似した米のレシピはイングランドの歴史において最も初期のレシピ文献の一部の遡る。ジャグリーと米から作られるパヤサムは寺院の祭りまたは式典で供されるプラサーダの一部でもある。パヤサムの編集は レンズ豆からも作られる。パヤサムの別の品種は米あだから作られ、プラットマンと呼ばれる。これは、ケーララのサティアにおける最上の料理と考えられている。マンゴーキールと小麦キールはキールの品種である。ありがとうございます。